神戸市の須磨海浜水族園で今日、子どもたちがリクガメの飼育体験を行いました。ケヅメリクガメの飼育体験には小学生7人が参加し、はじめに牧草などで餌作りを行った後、リクガメの体臭測定に挑戦しました。せーの、よいしょ。結構重いな。しかし、子どもたちが持ち上げられたのは20キロ台までで、60キロを超える大きなリクガメは飼育員の力を借りて体重を測りました。新型コロナの影響でリクガメの飼育体験会は2年ぶりの開催となりましたが、子どもたちは飼育員から甲羅の模様で個体を識別していることなどを学んでいました。これ10番、これ7番、これ気になる。これ何回だろう。これ13かな。ウサギとカメみたいにもっとゆっくりかと思ったけど、意外とすばしっこいとこ。持つときになんかちょっと暴いたりしたら大変だ。見た目以上に重かった。生き物に直接触れる子どもたちを見て、自分たちとしてもかなり貴重な機会なので、すごいありがたいことに、同時に今結構やりがいを感じますね。須磨海浜水族園では今後も子どもたちに生き物との触れ合いの場を提供していきたいとしています。